訴状などによりますと新潟市南区の渡辺謙被告は2021年自宅で妻と当時1歳の長女の首をロープで締め殺害したとして殺人など4つの罪に問われています今日の後半には妻遥さんの母親と弟が出廷犯人が渡辺被告だと聞きどう思ったかと聞かれた母親は まさか旦那さんにとは想像もできなかったわめきなくしかなかったと答えました弟は謝罪は必要ないので極刑にしてほしいと訴えました弁護人による被告人質問も行われ不倫相手との交際を再開させたことについて渡辺被告は自分勝手だとは分かっていたが何とか両立できればと思っていたと話しました 判決は今月22日に言い渡される予定です。